ニコリリ第3話リリミリ見ていきたいと思います。楽しみなので早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。すごいよな、リリサとミカリ、たまたま名前が似てるのかな。はい、じゃあ、アベマ TV で再生していきます。3、2、1スタート。1秒早いかも。合わねえな。説明している。何言ってるんだろうな。恥ずかしいんだ。そう、完全理解。え？合わせだ。ほう。やるんだな。どうなってくんだろうな。マジでこれじゃん。衣装、衣装じゃない、自分で買ってんだよな。やっぱシャッターチャンスどうぞ。いい歌よね、本当に。俺が最初に言ったさ、その名前似てるっていうのさ、キャラクターの名前とさ、なんか似てんじゃん。伝わってくれ。リリサ、ミカリ。伝わってくれ。わかるやろ。わかるやろ、伝わってくれ。シャッターチャンスどうぞ。リリミリ、本編開始。やるんだ。かわいいもんな、だって。単純すぎやろ。言えないよな。そしたら今度こっちが動詞になるんだよな。え、譲んの？なんか
みたいな。読めたろ。今だ。すげえ。すげえ。すげえ。嘘やん。マジ？嘘やん。やってんな。すげえ、作ってろ。誰？ああ、やばい。そうね。なるほど。なるほど。そうね。やっば！服？うおい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 。あ、やっば。ハーバーヒーも。やばいぞ。どうする？着るんだ、ああ本当にいないんだ。両面テープでやんのか。うわぁ、かわいいな。これはかわいいぞ。
あれ？ほ。重ねるんだな。同じセリフだ。リエラが括弧は無視。あとちょっとリリス。血だな。バレたらやばくねえか。全部エッチじゃない。いや、それはちょっと。大丈夫かそれ。エッチ。そうなんだ。そうなんだ。すげえな。いや、演技じゃないんだよな。ミリエラに言ってんだよ。違う。
あららららららら。すげえかっこいい。今のすげえかっこいいな。え、それやばくない？これ学校でやってんだよな。嬉しかった。あら？そうなんすよ。そうなんすよ。これいいよな。かわいい。今の別にかわいい。おう、うん、
500枚。大変やな。やばい。エンディングだよな。この作品に対する愛よな、やっぱ。ミリエラ。ミカリがさ、最初はその先輩の気を引くためにその手段の一つとしてコスプレを使うみたいな感じだったじゃん。だけどそれをリリサがなんかここはこういう風にしてああやってこうやってみたいな、そういうのを聞いてたら、あ、コスプレもなんか大変なんだなみたいな。でそして自分がいざキャラクターをやるってなった時に、あ、なんかあの頃の私を思い出すなみたいな、同じようなのか重なるってなってさ、いや、やっぱちょっとずつこう意識が変わってってるじゃん、ミカリも。そこもなんかすごいいいなって思ってさ。でなんか多分あれでしょ、他にもなんかキャラクターは増えるじゃん、そういう合わせかなんかは分からんけどさ、楽しみだよ。いざ初イベント、もう1週間ないって言ったけどね、ロム売りに出すのかな、どんな感じなのかな。でもイベントだけんが、まあ撮影会かもしれんし、ロム完成させて売るのかもしれんし、何かしらの形でまたそういうふうに関わってはいるっていうのもあるし、もうあの学校から出るっていうことだろ、イベント、いい話じゃない、めっちゃいい話だったんだけど、ミカリのそのコスプレっていうものに対してもそうだし、作品に対してっていうのもちょっと意識が変わっていくみたいな、そういうの。あ、やっぱこれ全オタク見た方がいいって、見ろよオタク、見てくれ。俺はコスプレやってないよ、俺はコスプレやってないけど、あ、コスプレイヤーさんはこういう気持ちなんだなっていうのはあるし、コスプレイヤーさんが作品に対する愛はこういう風なんだなっていうのもわかるから、同じ作品に対する好きという感情を表現するのが違うだけであって、
好きという熱は一緒だ。いやいいな、いいよ、見ようよみんな、見て、すごい。なんだっけ、あのセリフ。ああ、しかもさ、あのシーンの時さ、ゲーム画面か、あ、アニメの画面かなんかわからんけど、じゃあ、画面のさ、サイズ、今までのテレビのあれじゃん、アスペクト比が変わっとるよな、アスペクト比っていうんかな、わからんけど、ね、違うじゃん、そこまでちゃんと再現してんじゃん、それぐらいこだわって制作陣もこれ作ってんだろ。いや、いいよな、好きだ。せっかくね、写真撮ったけど、モデルの契約があるからオクラっていう風にねあそこまで含めても面白かったかな。すげえな、ちゃんとここのあれ乳首があるもんな、そこに。わかるもん、エッチだったな。いいわ、好き。こーらいいぜ、本当に好き、すごい好き。いい話だったな。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらの方ぜひ。ということで、右クオリリ第3話、リリミリでした。ありがとうございました。ならね。